はい、ヒルビール放送スホック映画オタの教科書。今週もマコネーと一緒に映画を楽しんでいきましょう。このポッドキャストでは新潟県長岡市にある T j ョイ長岡に関する情報を発信しています。え、今日公開というかえっと今週は6月9日からえっと公開される T j ョイ長岡の最新映画をお話していますが、まあ大 どこのシネコンでもかかってるだろうなという映画が中心ですので、えっと、他の地域のお住まいの皆様もぜひ最後までお聴きくださいでは今週ご紹介する映画はこの3本「水は海に向かって流れる」そして「リトル・マーメイド」で最後に「セーラームーン・コスモス」ですさあ早速あのどのような映画か見ていきたいと思うんですが 今年もね、痺れ今週もしびれる映画が多いですね。さあ、行きましょう。まず、リトル・マーメイドなんですけども、えっと、まずね、あの一番最初にお断りしなきゃいけないことがあります。お断りというか、ご紹介しな,言っておかなきゃいけないことがあります。私のポッドキャストの概要欄には、えっと、現在公開中の映画で、今映画の予告編とか、えっと、これから公開される 予定の映画の予告編とか、そういうリストが並んでいますが、えっと、リトル・マーメイドはどこを探してもありません。はい。というのは、リトル・マーメイドの予告編は子供向けっていうことで、えっと、YouTube にアップされてて、子供向けの、えっと、YouTube の動画は、えっと、リストに保存できないんですよね。まあ、それで、リトル・マーメイドの予告編はどこにも載っていないんです。